からホーム78連勝だから、うん、日本シリーズまでね、うん、全部勝つからホーム預かった、ね、選手が頑張ってくれたらね、うん、まあ、監督も嬉しいでしょうし ね、 そうでしょうね。さあこれからスタートになりそうですね。4.2 ホームベルーナドームでのシーズン開幕、それだけだ。トゥース出ました。2024声援 T 長春日、参りましょう。松井和夫監督のもと我がライオンズはやるしかないと動き出した。チームはもちろん声援 T 長の春日も燃えている。我々ファンもやるしかないのは分かってるよな。うん、いいね。ここに集いしライオンズファンよ、青い声援聞かせてちょうだいよ。おいおい冗談だろ、これこんなもんか、こんなもんなのか、おい。ああそうだろ、秋にさ松井監督が宙に舞ってる姿見たいよな。どうですかお客さん。よし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 、いいね。では参ろうか。2024シーズンホーム開幕、青い炎燃え上げていこう。いくぞ、ホーム開幕だ。ライオンツース。威風堂々ですね。まあまあまあ、いや今日はですね、春日さん、キャッチャーミットを焦がすほどのボールを投げると、はい、気合十分だそうです。もともとフィジカルはねかなり鍛えてますんで、強いもの持ってますから ね強い肉体からね、そうどんなボールが来るか楽しみですね。それはもう火を吹くボールが来ると思いますよ。おお、これはまあまあ早かったですよ。これありがとうございました。出ないか。お、結構スピード出てたと思いますね、アニアンね。そうですね、まずデッドボールがなくてよかったなっていう、それだけ、その一点だったね。それ直前に知ってね、バッターボックスにね立っていただけるっていう、うん、それがやっぱ想定外だったから、うん、まあ左に行かなく、私から見てね、その福田選手も行かなくてよかったなっていう。だっていきなりさ、ね、今シーズンのまずは最初よ、平選手の先に投げてんだから私が、ね。その今シーズンの初めての球で両軍入り乱れての大乱闘、こんなんもう事件でしょ、うん、それがあってね、ちょっと本当はど真ん中160キロいや210キロど真ん中バチンって言って、その古賀選手のねキャッチャーミット焦がす、うん、で試合がちょっと遅れるみたいな想定だったんだけど、
なんかそんな言ってらんない、とにかく左に行かないように、うん、って言ったらね、なんか、うん、右へのボール球だったけど、まあ結果悪い、うん、まあでも楽しかったな、やっぱりね、うん、いいね、前のお客さんでバーッと盛り上がってね、うん、今日勝ちますよ、うん、最高だった。ね、破れるかもしれない。詳しくはライオンズオフィシャルサイトで確認してください。5月3日からのホークス3連戦ではゴールデンウィークファミリーフェスタを開催します。5月5日子供の日には高橋光成投手監修のキッズグローブ、チケットをお持ちの小学生以下の方に全員に配布いたします。期間中はご家族やご友人とともに、素晴らしい、ナイスゲーム、うん、いや、よかったね、うん、まあ、選手がね、よく頑張っていただいたというのもありますけどね、うん、ほぼほぼ春日のおかげだね、うん、やっぱ声援 T 長としてね、うん、球場全体盛り上げて、うん、春日がいなかったらこの盛り上がりもなかっただろうし、やっぱりね、この、まあ、プロ野球選手になったことがないかわからないけど、やっぱこのファンの声っていうのは力になると思うんだよね、うん、それを春日が、うん、起こしたということでね、完全に春日の一勝ということで非常に気持ちいい、うん、今日はぐっすり眠れると思いますけどね、うん、まあ、ただね、本当に始まったばっかりだからホーム開幕戦ね、うん、とりあえず一勝ということで、うん、これが78連勝のうちの一勝だからね、こっから、うん、あと77連勝日本一までしますからね、そのためにはね、これ見てる、うん、ライオンズファン、ファンではない人もね、みんなね、ベルーナドーム来て、うん、この勝利の瞬間をね、目撃しようじゃないかよ、損だぞ、うん、その瞬間目撃できないってことはね、うん、これがね、77年減っただけだから、まだまだこっからでございますよ、まあ、とにかくね、うん、ナイスゲームでございました。そしてね、まあ明日明後日とりあえず3連戦あるから、うん、3つともね全部取る、そういう気持ちでね、ベルーナドーム必ず来なさい、またね、うん、同じ顔、うん、全員同じ顔でね、うん、ライオンズ応援しようや、頼むな、うん、声援 T 長からのお願い、お願いというか命令だな。